伊藤優先教法15年7月21日は、江戸時代中期から、後期の旗本寄り合席。忌名は、広幸、幸郎、優先。陽名は、長次郎。通称は宇根目、梅目内善。父は、伊藤優賢。母は、酒井忠史行の娘。妻は、高木省長幼女。小跡世之助、娘、伊藤優職。国高は、大見国狂元軍、甲賀軍。 安軍、滋賀軍の内五千国。日向国帯藩主海東家分家にあたる悠々高家の旗本伊東家、第三代目。徳川綱吉の故障を務める。元禄十六年に徳川綱吉へ初お目見えを済ませる。法営五年に父の死を受けて、その後を継ぎ、同年十月に、不祖同様に江戸幕府古将に就任する。翌法営六年一月十日に、 徳川綱吉が死去すると、同年2月21日に故障を退く。法令7年観光の須藤権兵衛、造藩一等武官のお寄り愛宗に、伊藤内前父、島守る五千国本所仏目とある。教法15年に死去。教年41。墓所は、代々の宗地である麻布のチュン太王院。法名は、東斎。長男と之助は創生していたために後は、 次男の夕食がついだ。ありがとうございます。